うちの家系白蛇がついてるらしいんですよ。おお、この白蛇っていうのがね、いい人らしいんですよね。人っていうのもおかしいんですけども、うん、時々うちの家に来た人、遊びに来た人がこのね白蛇が化けたであろう白い着物を着た女の人を見るんですって。へえ。でね、その白い着物を着た女の人を家で見た。でもね、見た時は最初お母さんだと思うんですって、うん、あ、お母さん家では着物着てはんねやんなと思って、スーッといなくなった後に、いやいやいや、おかしいわって、ここの家のお母さんあんな髪の毛じゃないわってなって、まあ、僕らとか家の者に話すんですって。白い着物を着た女の人この家いるって言って、いや、いないけど、それね、うちにいる白蛇さんやでって、うん、っていう話を聞いてたんですけどね、僕それをね見たことがないんですよ。で、大人になってからね、家族の者に、いや、うちの家白蛇がついてるんやったら、まあ、俺もまあ怖い話であったりとか怪奇談、まあ、奇談の類って好きでしたんで見てみたいねんけどなっていう話したら、お前見たことあるぞって言って、え、いや記憶にないけどって言って、お前が小さい頃の話やねんけどなって、幼稚園やったかな小学校やったかな、まあそれぐらいの自分にな、親戚の翔ちゃんいるやろって、翔ちゃんの車お前助手席乗っててんや、その頃まだチャイルドシートとかな、あんまりみんなつけてなかったから、お前も小さいねんけどな、助手席一人で座ってたんやって、シートベルトもつけんとなって、ほら西部の交差点のとこあるやろ、あそこでな、翔ちゃん車運転してたら横から車に追突されたんやって、後ろになお母ちゃん乗ってたんやけどな、もう追突の瞬間横のガラスがバーンと割れて顔にガラスが刺さって、で前を見たら翔ちゃんはハンドルのとこで頭ぶつけて血流してる。修正どうなったんやと思って助手席の方をパッと見たらケロッとしてるんですって。怪我もない。と思って、大丈夫やったかって聞いたら大丈夫、大きい音したけど車壊れちゃった、のんきなもんなんですって。お、運が良かったなと思ってその日は帰ったそうなんですけどね。家帰ってからまあ怪我がないかっていうので僕の体をね触ってたら、まあ、僕がね不思議なことを言うたんですって。怪我のせんかったの、助けてもらった気がするって言って、助けてもらったってどういうことって母親が聞いたらね、大きい音がした瞬間に体をバンと誰かに抱きしめられたんですって。でそれが当時僕は記憶はないんですけども、その当時の僕が言ってたのは白い着物、服のようなものが見てて真っ白な手やったんですけど、鱗があったんですって。ドラゴンボールの竜みたいな手やねんけど真っ白やった。でな、指3本しかなかったって当時の僕は言ったんですって。それを大人になってから僕は聞いて、うちの白蛇さんもしかして竜神じゃないのかって話になった時に家族で盛り上がったんですよ。そういえばうちの家系水にめちゃくちゃ愛されてるんですよ。祖父とかは水関係、ダムを作る仕事をしてたんですけども、その時も祖父はちょっと大きな事故に巻き込まれたんですよね。水に巻き込まれる、でも祖父だけ助かったりもしてるし、で僕とかはもともと漁師をやってたんですけども、僕が体調がいい時に漁に出たら大漁の日があるっていうのとかジンクスがあったりするぐらいなんで、で僕自身もアプスーっていう名前が水の神様にまつわる名前なんですよね、うん、もしかしたら未だに僕の後ろにはそのまあ白蛇なのか竜神さんなのかも分からないですけども守ってくれてるんじゃないかなというお話でした。へー
でそれも記念すべきことにね、このカタルシス1回目でまさか竜つながりでエビつながりのお話できるっていうことはやっぱりいい神様なんちゃうかなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい、鳥肌立ちました。なんか僕は収集が基本なんで あんまり自分の話ってしないんですよね。僕以外にもっと面白い話もあったりするんですけど、こういう風に続いたんで話させていただきました。めちゃめちゃいいですね。めちゃくちゃいい。僕の知り合いでね、高橋さんっていう人がいるんですけど、その地元の知り合いなんですけど、その人の友達、その人が高校の同級生がいて、ずっと仲良くて今もバンドを一緒にやってるっていう人がいて、でその人と会わせてくれたことがあるんですよ。でなんで会わせてくれたかっていうとね、子供の時にちょっとすごい体験をしてて、で妹がいるんですけど、すごいちっちゃい3歳ぐらいの女の子がいて、でもその子がね一人遊びをするんですって。で一人遊びをしてるんだけど、それがね陽子ちゃんっていう、まあ陽子ちゃんだったかな、まあ確か陽子ちゃんっていう女の子と遊んでるっていうことになってて、でママごとを見てして、陽子ちゃん食べなとかいろいろ言ってるんですけど、それがね最初は可愛いなと思って見てたんだけど、だん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 こう生活圏内に入ってくるというか、普通にご飯を食べてる時もその陽子ちゃんの分も用意してって言うんですよ。でそれをしないともうすっごいぐずって泣き出すんです、その妹が。でもうだからしょうがないから、なんかその、まあ、最初はね、まあ、いいよって言ってやってたのが、それがでも毎度毎度のことなんで、だんだんちょっとうんざりしてきて、でもそれでもとにかく聞かないから、である時とかショッピングセンターにみんなでね車で買い物に行ったんだけど、なんかこうドア閉めようとしたら、その妹が陽子ちゃんがまだ降りてないから待ってって言うんですよ。陽子ちゃんが降りてくるようななんかこう仕草みたいなこうみんなで待って、でそうしないとその妹とにかくもう泣いて叫ぶんですね。で、まあ、そういうのを繰り返してるうちに、ある時にね、陽子ちゃんってどういう女の子なのってなんか聞いてみたんですって、そのお兄ちゃんが。そしたら陽子ちゃんはね白いドレスを着ててすごい可愛い女の子なんだって言うんだけど、だけど雨の日になると真っ赤かな服になってすごい怒るのっていう。でお母さんとかそれを聞いた時にちょっとゾッとして、でみんなで話し合って、海外とかだとイマジナリーフレンドって言って、そういう想像上の友達っていうのは、まあ別に何子供が大人になっていく時に普通のことなんだよってなって、でなぜかねアジア圏だと人形とかぬいぐるみと遊ぶんですって。だけどそのヨーロッパ圏だとその何も形はないけど、そのイマジナリーフレンドっていうのはまあ普通らしい。だけどその陽子ちゃんに対してのなんかその妹の執着みたいなのがちょっと普通じゃないんで、みんなでもうその陽子ちゃんの存在を認めるのやめようっていうことになったんですよ。だからその陽子ちゃんとか言い出したらもう怒ってやめさせるし、まあ、無視してとにかくその陽子ちゃんの存在を認めないっていうことになって、そしたらなんかもうみんなもね、もうやめなさいみたいなこと、もうその陽子ちゃんいないんだからやめなさいとかって言ってたら、妹もだん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 言わなくなってきたんだけど、ある時に保育園から帰ってきた時にもうなんかすごい手がバーって傷だらけになってて、でどうしたのって聞いて、そしたらもう妹は何も言わなくて、でもなんか親はやっぱ保育園に怒鳴り込むじゃないですか。でもね、なんか喧嘩があったとかそういう形跡はないんですって。である時とかはなんか顔にあざとかができてるんだけど、その日は保育園休みで誰にも友達とか会ってないはずなんで、またある時には目にねボコってすごいあざを作ってきたんですって。でもこれはちょっと普通じゃないっていうことで、もうどうしたらいいんだろうと思ってた時に、お母さんがふっと思い出、なんかね急にふっと思い出したことがあって、その妹が生まれた時にお人形をもらってたそうなんですよね。でそれがねガラスケースに入ったなんかその日本人形だったらしいんですけど、なんかそれのことの存在がちょっと気になって、普段はタンスの上の方にもう布をかぶせて置いてるから全然見れないんだけど、チラッと見てみたんですって。そしたらね人形も同じとこにね目にあざがあって、でこれはちょっとなんか普通じゃないんじゃないかっていうことで、周りの人とかに相談してたら、拝み屋さんがすっごい有名な拝み屋さんがいて、
まあ、ちょっとその人に頼った方がいいと。でなんかいろいろ言ったんで、その人ね北陸の人だって、もともと埼玉県とのお話なんですけど、タクシーに乗ってそのお坊さんに来てもらって、でそしたらそのお坊さん来る前にね、家を見るの、ダメだダメだって言って、でもうその家の周りをお経を唱えながらぐる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 回って、最終的には日本酒を全部自分の金でわーってかけて、それからもう勢いつけてバーンって入ってて、でいろいろ一通りこうお祓いみたいのをして、なんだけど例えばね、森塩をね、なんかその家族の人間にやらせるんですって。だけどその森塩がこうやってこう普通にこうなんかね、塩を持ってこうひねるようにして山を作っていくらしいんですけど、あるところのその森塩はパッと一瞬見てない時にパッってこう目をそらして、また見ると完全にベタって崩れてるんですって。でもう水分でガチガチになっててっていうことがあって、でもまあ一応お祓いして、これでちょっと様子を見てくれと、で様子を見てくれって言ってお坊さん帰ってった晩なんですけども、やっぱりね、その人形が布とかかけてるんですか、ガタ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 揺れるんですって。で何かあったら電話かけてくれって言うから、お坊さんに電話をしたら、女の子の声聞こえるよって言ってて、で上の方から聞こえるって言ってるんですって。で、まあ、ちょうどその上には人形が置いてあって、あ人形が置いてあるんですって言ったら、あ、まあ、じゃあ全然まだ払えてないからうちに送ってくれっていうことになって、で一晩お経を唱えて送ることになったんだけど、やっぱりね、従業その時そのお家で社長さんだった、建設会社の社長さん で従業員とかに来てもらったんだけど、もう夜中になってもガタ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 言うし、でテレビが勝手についてノイズを出したりとかするっていうんで、でまあ言ってもなんとか一晩経って翌朝運送会社に来てもらって運ぼうとするんだけど、ガラスケースに入った人形なのに全然動かなくて、で数人が台のとこ3人がかりぐらいで、ではもちろんその前にこうぐるぐるぐる巻いてね、人形にもマスクかぶせてガムテープで巻いて、その上にさらにこう段ボールで梱包して、で3人がかりで運送会社に運んで、でそれでやっと何ですかね、一旦は収まったらしいんですけど、そしたら周りのね、近所で前から住んでる人に聞いたら、そのお家の前にある前の住人の人でお母さんと子供のなんか子連れがいたんだけど、雨の日にその二人とも引かれて亡くなっちゃったんだ。でその女の子の名前が陽子ちゃんっていうんだよっていうのを近所の人が聞いたっていうのを聞いて、で結局ね、でもそのお兄さんの一家っていうのは一家離散しちゃって、でその妹の消息も今どうなってるか分かんないって、この間ファミレスで聞かせてもらったんですよね。だからその取り付くっていうか、そのまたおそらくだからその女の子にね取り付いちゃって、でなんかお坊さんの説明によると、そのまあもともと多分その亡くなった女の子が人形に取り付いてて、でそれがもうでも女の子にやっぱり取り付いてみたいな、そんな話だったらしいんですけどね、ちょっとなんか気持ち悪いなと思って、あまりにもこう影響が大きいような感じがしますね。そうですよね。段階的ですよね、うんうん、人形にってもありますし、最初はこう、まあ、イマジナリーフレンドじゃないですけど、うんうん、別人格として陽子ちゃんがいたわけですよね、うん、でそれがどんどん変わっていく感じっていうのが非常に怖い、うんうん、なんでねエスカレートしていったかちょっと分かんないですけどね、まあなんかその3歳の前の子供っていうのはなんかその脳がやっぱ大人と全然違うから、うん、なんかシンクロしやすいのかもしれないですよね、うん、赤ちゃんだとね、なんかまああまりまだそのシンクロしようにもまだいろいろ成長しすぎてないしね、うんうん、ホテルでもうそれこそ部屋変えてもらったらみたいな話結構あるじゃないですか、階段でも。一回、今から何年前やろ、結構前なんですけど、関西の方に、まあ、イベント出演で行かせていただく機会がありまして、東京からは僕ともう一方演者さんがおられて、二人で行く予定で現地の方がいろいろコーディネートしてくださる予定だったんですけど、
急遽ね前の日か2日前かぐらいに僕ら2人プラスこっちからスタッフがもう1人行くってなって急遽3人で行くことになったんですよね。でいざ関西着いてでホテルまで案内していただいてじゃあチェックインしますってなった時にまあ、割と繁忙期だったこともあってホテルの方に申し訳ございませんと実はもともと2名から追加だったんで3名連番ではちょっと取れませんでしたみたいなあで全然大丈夫ですよって話してたらじゃあこちら、アミさんって言ってバーって渡されて402ですでスタッフさんに403ですって言ってもう一方に、すいません、501になりますってなってあそれ全然大丈夫ですみたいな話になってとりあえずチェックインしてでその後、チェックインした後イベント自体はオールナイトイベントだったもんで夜の24時スタートとかだったんですよ。結構時間あるし夜寝れないからじゃあおのおの部屋で仮眠取ろうかって話になったんですけどでも腹減ってるしちょっと飯だけ行きますかってなってじゃあ分かったっつっておのおの部屋に荷物を持ってったりなんだりして何十分か後にロビーに集合ってなってで僕も402号室ガチャって開けてで中入ってベッドの上とかに荷物ドーンって置いてでああこれをここに置いてああやってで夜これを使おうとかいろいろ準備してで何十分か経ってバッと見てああそろそろやなと思って下に降りてロビーのとこ行ったんですね。でその演者さんの方が待っててくれてでああお待たせしましたっつってで喋ってたらその待ち合わせの時間になったけどスタッフさん来ないんであれ寝坊っすかねっつってあかもねっつって一回ちょっと起こしに行くっつってそのまま403号室にバーッと上がってってゴンゴンってやってゴン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 ってやってたらガチャって開けて申し訳ございません申し訳ございませんちょっと寝坊しちゃいましたっつって結構もうその数十分の間にもう結構寝落ちしちゃってたらしくてあ全然大丈夫っすよみたいな話になってすぐ準備しますんでって言ってバタンって閉めて本当にすぐに出てこられたんですね。まあ別に特に準備することもないんですぐに出てこられてでじゃあ行きますか言ってご飯食べに行ってで美味しかったですね言ってホテルに戻ってできたんですね。でホテルに戻ってきてじゃあおのおのの部屋で仮眠取りますかってなった時にその演者の方がフロントの方とちょっといいって話になって揉めててでその内容っていうのがさっきねチェックインしてから僕部屋にいたんだとそしたらすごい地面からの湿気もすごいしなんか圧迫感がすごいんだよねでそこでね知り合いに電話をかけたと電話かけたら女の声がするとか言われたんだよこれ別にもうなんか部屋変えてもらうことできないかねみたいなことを言ってるんですよね。でホテルの方もああそうですかみたいな感じででももう僕としては繁忙期なんで連番取れませんでしたみたいなことを言ってたから他に部屋ないんじゃないのかなぐらいに思ってたらホテルの方があじゃあ申し訳ございません一部屋だけあるんでじゃあこちらでもよろしいでしょうかってパッて出したのが401号室だったんですよ。でんと思って僕402でスタッフさん403で連番取れませんでしたって言ってたのに401空いてるんやと思って、うん、おっと思いながらも、まあ、その方はもうありがとうって言ってその401の鍵を取ってその部屋にスーッと上がってったんですよね。でそっから、まあどんぐらいですかね結構何時間か仮眠を取ってイベント前に待ち合わせってなってたんですけど実は僕そこ結構元気だったもんで仮眠取らずにそのスタッフさんと2人で近く の, あのスイーツ屋さんに行ってたんですよ、うん、ちょっとね名物的な美味しいスイーツ屋さんがあるの知ってたんでそこ行ってみたいなと思ってで結構そこでのんびり2人で喋ったりとかしながらイベント前の集合時間になったらじゃあホテル戻りましょうか言ってで近くのお寺遊びに行ったり繁華街も見に行ったりしてで1回ホテルに戻ってきたらその方がちょうどロビーのところで僕らを待っててくれてお待たせしましたみたいな話になったんですけど「アミちゃんさ」っていきなり言われて「アミちゃんちゃんと寝といた方がいいよ大丈夫?」って言われて。あ、まあって言ってたらずっと部屋でさなんかキャリーコロ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 したりとかさ壁にガンガンってすごい当たってたけどあれ何やってたのって言われてえっつっていやだから部屋の中でさもうコロコロやったりとかガン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 とかずっと言ってるからさ俺ももう寝てるんだけどさずっと聞こえてきててアミちゃん何やってんだろうと思って寝りゃいいのにと思ってたんだけどさって言われてあすいませんちょっと申し訳ないんですけど僕らスイーツ食べに行ってたんで部屋にいなかったんですよって話したらそんなことないよずっと聞こえてたよアミちゃんの部屋の方からさって窓の向あ壁の向こうからさもうドンドンとか途中でコロ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 とかで途中で何回も壁に当たってくるし寝りゃいいのにっていうのとなんなら俺ちょっと怒ってたからねみたいなうるさいしみたいなことを言うんでいや申し訳ですけどマジで部屋にいなかったですって話になった時にってなってその時にその方がハッとされた顔で「あのさ」つって「確かにね俺一個ちょっと違和感あったんだけどさ亜美ちゃんの部屋って床どんな感じだい?」って言われて
あ、なんでしょうね、別に特徴的ではないですけど普通にカーペットが敷いてあってみたいな話だよねっつって、さっきさあのスタッフさん俺ら起こしに行っただろ、あの時にさガチャ本当すいませんすいませんって言ってる時に床見てカーペットだったのは覚えてるんだよ、俺の401号室さ床がピータイルなんだよね、これってすごい味気のない感じでもうもろにちょっと前まで敷いてたであろうカーペットを剥がしたかのような床なんだよね、うん、って言うんですね、うん、で考えた時に最初に泊まってて下から湿気とか圧がすごかった501って401の真上ですよねっつって、うんうん、で女の声聞こえててホテルの方も連番で取れませんって401多分こんなことでもなかったら貸し出す気なかったんじゃないですか、ホテル側が急遽カーペットごと外さなきゃいけないほどカーペットの取れないほどのシミって何ですかね、ってなったっていう話です、うわ、うん、フロアまたいですごいですね、それ確実に401ですね、もうだから僕の部屋関係ないですよね多分だってどんどんもコロコロも多分隣じゃなくて、うんうん、その部屋ですよ、うんうん、コロコロならないですもんね、うん、内側から聞こえてるっておそらく、うわすげえな、いいですね、いやちょっとそっち方面でイベントの際には、うん、リトライそのホテルいい、ね、関西関西です、ね、関西か、階段を聞くと、うん、やっぱそこにまつわる話を聞くと本当にそういうもんが出てくるっていうのがあるじゃないですか、そういうのだから意識で合ってるのかなっていうのを感じるのが一個僕も先輩から聞いたお話で、まあ、その方が長崎で収録があるって言って、でマネージャーさんと2人で長崎に行ったんですけど、もう夏のそのちょうどお盆の時期が重なってるのもあって、まあ部屋あのホテル取ってもらってたんですけど、どういう手違いかマネージャーの分がないみたいな、でも繁忙期なんで他借りれないよってなって、まあそれも本当に長崎の有名なホテルだったらしいんですけど、なんとかないかなみたいな、じゃないですねみたいなことを言って、でまあその制作会社の方に連絡しても、いやちょっと探してるけど見つからないみたいな、でしばらくそのタレントさん先輩とマネージャーさんと喋った後に、まあ、もう一回ホテルの人にこの辺でなんとか一個泊まるとこないですかねみたいになったら、まあないことはないんですけど、一応うち今一個あるのはありますけどねみたいな、ただまあそのツインなんですよみたいな、同じ部屋、まあでも男同士でまあ別に気にすることもないしって言って、まあ入れてもらったんですけど、まあ本当に何て言うんですか、よくあるやっぱりこうこれ普段使ってんのかっていう匂いあるじゃないですか、いやホコリっぽいとかカビ臭いとか、こんな部屋普通に使ったらおかしいやろみたいな部屋に通されて、でマネージャーさんはちょっとそういう階段とか好きな方だったんで、うん、いやこういうとこは出るらしいって言うし、こういう長崎ってないろんな、まあまあもともと戦火もあったので、うん、まあ、いろんな話聞くらしいよって、そのなんかいろんな階段を話したらしいんですよ、うん、まあ怖くなったんで、まあ、もう酔っ払って寝るのが一番やって、この居酒屋かなんかで2人でバーッと飲んで帰ってすぐ寝たんですけど、やっぱり夜中なんか目が覚めたって、でそしたらすごい寒かったっていうんで、あこれ冷房ものすごいかけすぎてるんじゃない、このままじゃ俺明日仕事やのにこれ病気になるかなって言って、こう手元こう探しながらこうやるとコツって当たったから、ああこれやってこうなんていうんですかね、こうリモコン掴むみたいな感じでバッて掴むとちょっと形が違うなってなって、あれリモコンやけどこんなモコモコあったっけなって、ちょうどなんていうんですかね、指が間にはまるみたいな感じ、んと思って、この形なんやって思って頭に浮かぶと多分同時ぐらいでしょうね、バッて見たらこれ人の足やんかと、枕元に人の足あるよって思ってビクッとして振り返ったら、こう、まあ、白い足、多分もう大きさから言って女の人なんじゃないかなって思って、それに合わせて見上げると本当にワンピースなんですけど、そこは細かくこう見えなかったっていうんですけど、ずっと女の人がいて、ずっと片手に赤ちゃんを抱えてるって、で何やって、その片手がずっと上に高く上がってるから何やろなってじって見たら、だんだんそれが何か分かって、よく見たら、いや包丁持ってるやんと、包丁高く持ってなんか赤ちゃんを片手にこっちをこう見てると、
何って思った瞬間その包丁がドーンと落ちてきて自分の首のあたりにドーンと当たった感触があって、うわーっと思って意識がなくなったというか眠ってしまったというか、しばらくして朝になって、まあ、マネージャーさんがまあ起こすと、で起こされてわって起きて、あえあれ何やったん、夢やったんかな、何やったんかなって言ってこう昨日あったことを説明しようとするんですけど声が出なくなってるっていうのがあって、でまあ出ない声ながら「いやいやこうこうあって」って言ったらマネージャーさんも「いやそれと同じ夢僕見ましたけど、僕夢やと思ってましたけど、女の人が出てちょうどその先輩の方にわって行ったを見てわっと思ったところで僕もそっから覚えてないんですよ。リンクしてたのか2人ともが同じ霊を見てたのか分かんないですけど、霊が実際にその襲いかかってきたっていうのがあって、本当に声が出なくなっちゃったっていうのがあったんで、ということはまあ極端な話物理的な接触として体が捉えて声が出なくなったのかなって僕はその時捉えたんですけどね。だからそういう意味ではこう無理やりその部屋に入らされるというか、こっちが寄り添ってなくてもそういうことってあるのかなっていうのがまあ怖いというか、誰でも被害者になってしまうのかなという。なんかやっぱりああいうホテルの部屋とか怖いですよね。まあ雰囲気はね、入った時になんかちょっと違うなっていうのはありますもんね。マネージャーさんも見てるってすごいですよね。そうなんですよね。だから2人ともが見てるっていうのだと夢とも思えないですし、まあ後々聞くとやっぱそういうとこって、まあそのホテル自体がどうしてもなんかこうちょっとへこんだ場所にあるから、そのまあ当時のそういう戦死した方をその辺に一回集めてた場所であるとかっていうのはあるんですけど、まあその怖さっていうよりも本当に声が出なくなるというのがあんまり僕は不思議だなと思いまして。僕はまだこういうまあ活動とかをしてない頃に19から20歳ぐらいの時バーテンダーをしながら、あの美術大学浪人してちょっと勉強続けながらバイトもしてっていう感じで、仕事してたんですね。オープンからラストまで、確か夕方の5時から、朝の5時までずっと働きっぱなしで、で終わったら締め作業があって6時ぐらいになって電車に乗って帰るみたいな感じで、でその時使ってたのが阪急沿線で、まあ梅田っていうところがあって、まあ、中心地ですよね。でそこからまあ河原町ってこう、京都の方まで伸びてる沿線があって、で、地下鉄からそこに接続して、まあ、家に帰る途中にある高槻っていうところでまあ降りるんですけれども、まあ、終点とかそういうわけではないので、まあ何ですかね、まあ二十歳とか過ぎた頃になるともうお酒もそのお客さんからいただいたりとかもしますし、結構まあ疲れてフラフラになりながら電車に揺られて、家に帰る。でもまあこう酔っ払ってる日なんかはもう起きれなくて、途中の駅なんでね、その終点の河原町っていう京都の方まで行っちゃって、ああ危ない危ないと思って反対のホーム行って帰ろうと思って梅田行きに乗ったら梅田まで行っちゃったりなんかして、ですごい何時間も往復して家になかなか帰れないみたいな日も多かったんですけど、一回だけまあその日も結構お酒をいただいて結構フラフラになりながら電車になんとか乗り込んで、ああよかった座れたと思って座ってしたら、やっぱりちょっと疲れもあるんでうとうとしてくるんですね。まあ今日も大変だったなって思いながら、こうだん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 、まあ自分でもいけないと思いながらもだんだんこう眠気に誘われてこううつらうつらしてくると、で完全に寝入っちゃって、でまあでもその時にはもう気持ちよく寝てるので、ああまた終電まで行っちゃうななんてことにも全然気づかずに、で後で後悔するんですけども、いきなり肩をポンポンポンって叩かれて、あって目覚ましたら、そんなに顔もはっきり、まあ寝起きなので覚えてないですけど、まあまあ40代ぐらいの女性、まあおばちゃんですよね。でピンクのシャツをこう、まあ、着てまして、着いたよって言われたんですね、関西弁で。え、あ、ありがとうございますって言って降りたんですよ。で、高槻駅で、あ、よかった、起こしてくれたんだと思ったんですけど、あれ？おかしいなと思って。だって、始発終電の駅の間の駅なんですよ。なんで僕が降りる駅をその人知ってるのかって話ですよ。
ういうことだ。で正直結構こうなんていうんですかね、派手めのピンクのシャツだったんで、なんていうんですかね、まあ毎回その車両に乗ってる人だったら多分覚えてると思うんです。でもそんな感じもしないし、どういうことだって思いながらも、まあでもとりあえずとにかくまあ降りれたっていうことで、その日は家に帰って家で休んだんですね。でその後2年後ぐらいですかね、就職もして、まあ大学受験は諦めて、で普通にアルバイト生活なんか送ってた時に、やっぱりなんか若いから都心に行きたがるというか、梅田で働いてたんですね。でまあ住んでる家は変わってなかったので、まあ梅田で仕事をして、まあその時は昼間の仕事だったんで夜ぐらいに終わって帰って、まあ自分のその高槻っていう町に帰っていくんですけれども、その時は会社のみんなと飲んだ帰りで、またやっぱりうつらうつらしてたんですね。ふーってこう意識が落ちた時にポンポンポンって叩かれて、はっって思うと、ピンクのシャツのおばちゃんが、ここやろ、降りって言われたんですよね。あどうもって言って降りた後にハッと気づいて、あれこれ2年前になんか同じことあったぞって思ったんですよね、うん、でとそこからまた1年ぐらい時間が流れて、で普通にまたバイトを転々としてる時期だったんで、別の職場で、まあ、仲良くなった男の子が朝方出勤してくる時にこんなこと言ったんですよ。いやさ、今日さ朝早かったからさ、全然さ起きれなくって、でしかも電車の中でも寝落ちしちゃってさ、したらさなんか知んないんだけどピンク色のシャツ着たおばちゃんが起こしてくれて間に合ったんだよ。駅は同じ駅じゃないんですよ、ただ阪急沿線だったんですね。自分としてはまあ、ちょっと何なのか分かんないんですけど、あれは妖精か何かなのかなと思ってる、ちょっと不思議な話ですね。おお、面白い、面白い、面白いですね。いるんですね。いやー、何なんでしょうね。でまた毎回同じ服っていうのも変だし、あんまりその事件名は言えないんですけど、うんうん、列車事故があった時に、うん、おばあちゃんに助けられた人がいるんですね。おばあちゃんに、うん、その電車乗るなっつって、で降りたら、まあ、なんで降ろされるんだと思ったら、その後電車が脱線してたくさんの方が亡くなられたんですけど、 あれも新聞で募集してたじゃないですか、助けてくれたおばあちゃん出てきてっつって、新聞にも載った、うん、でも出てこない。へえ、だから電車にそういう電車の妖精がいるんでしょう。しかも思い出しました、うん、僕それしかもそのおばちゃんのもうピンクのシャツを着て降りる駅をなぜか知ってて起こしてくれるおばちゃんっていうのをネットの書き込みでも見たんですよ。おおお、いるんだ。面白いですね。思い出した今、それで余計に何ってなった。へえ、体験した方が複数たくさんいらっしゃる、ね、複数いるんですよね。そうですね、ちょっと面白いなと思った話がありまして、やっぱりねこうやって東京住んでるとなんとなく身近に感じられない話題なんかもいろいろあると思うんですけど、その中でやっぱ東北の方の雪事情といいますか、これ秋田県の方から聞いてすごいなと思ったんですけど、これ彼今30代の方なんですけども、ご実家に今も住まれてまして一軒家なんですけども、もう冬になると出勤する時間がいつもより1時間早くなるんですと。これなんでかっていうと、家を1時間早く出て玄関の前に積もってる雪かきを全部して車の上に乗っかってる雪を取っ払って出るのに1時間かかる、うん、だからいつもより1時間早く出てるんですと。でそれがもう生まれ育ってずっとその家住んでるんで、もう毎日のことで雪が降る時期になるともうそれをもう長男の自分が結構やってると。ってなったらもうご近所さんとかももう古くからの知り合いなんで、向かいの方も朝雪かきしてて、あどうもってなったり、隣の家のおじいちゃんとかも毎朝どうもみたいな感じで、それがあっての出勤してるんですと。でそんな毎日送ってたある夜なんですけど、と夜普通に2階の自分の部屋で寝てて、寝てたらなんとなく夜中に自分一人しかいないはずの部屋入り口の方で何か気配がして、あれと思って目覚めて、誰かいる気配するなと思ったら、こう寝ててベッドの上なんですけど、ベッドの向こうの方真っ暗なんでね見えないですけどね、何かがズズズズって聞こえるんですって。えっと思ってたら、そのズズがさっきより近くにズズズズってくるから、え誰かいる誰かいるって思うんですけど、ちょっとびっくりしちゃってなのか体が動かないんですよ。あやばいどうしようどうしようっていう状態で寝てって、そしたらこう見た時に
目で見ると足がね、両足があってここに布団がかかってる状態、寒いんでね、こうしっかり布団かかってるんですけど、このかかってる布団の上にこのベッドの向こうから手がドーンってきたんですって。で、うっと思ったらドーンのあとドーンってきて、ドンドン、グググググ、ドンドン、グググググってくるんですって。で、ええええと思ったらグググググググってきて、うわうわうわって近づいてくるじゃないですか。で、どんどん近づいてくると思った時にびっくりしたのが、もう隣の家のあの昔から知ってるおじいちゃんなんですよね。で、えっと思って、え、なんでこんな夜中にと思ったら、あの すいませんねと、実はお願いがあって、ちょっと今うちの前がもう雪がすごいことになってまして、ちょっと雪かきを明日の朝手伝ってもらえないでしょうかって普通に頼み事をされたんですよ。で、その時に、あ、そういえば1週間ぐらい前から見てなかった、あ、この一生懸命張ってきたので腰かなんかでもやっちゃったのかなと、体調悪いのかなと思って、こんな時間にと思って、まあおじいさん夜中だし早朝でもないしみたいな時間にわざわざ頼みに来る、よっぽどだなと思ったんで、あ、分かりました、じゃあ明日あのそちらの家の雪かきもじゃあお手伝いしますって言ったら、お願いします、ありがとうございますって言って、まあ、そのズズって、まあ、出てって、で、え、何これっていう状態で、もう体がびっくりしちゃってるのか動かないですっていうのがあって、で、あとでもう普通に朝起きて、あれ実際なのか夢なのか分かんないけど、とりあえず次の日せっかく休みだから、まあこれもいいきっかけだと思って、もう1週間ぐらいおじいちゃんの姿見てないし、本当に手伝いに行こうと思って、横の家にわーって行って、塀の中からこう覗いたら玄関はすんげー積もっちゃってて、うん、1週間雪かき来てないからすごいことになってんすよ。で、庭もうわーってもう雪まみれになっちゃってるから、うわこれ大変だなっつって、でもうスコップとあのなんかこのコロコロのやつ持ってきてるから、とりあえず玄関の前バーってやって、でガラガラって言うと、おじいちゃん手伝い来たよ、おじいちゃん、返事がないから、おじいちゃんおじいちゃんって言って、まあいいわ、もうなんか後でじゃあまた声かけるか、ガラガラってやって、玄関のすぐそこガッガッってやった時にブニョってなったんですよ。うわ、えって思って、パッ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 ってガサガサってやったら、そこにおじいちゃんいたんですよ。うわってなって、でそのままも警察と、まあ、そういう救急のところに連絡するってなって、で運ばれたけど、もちろんもろに手遅れで、で後からいろいろ話もこっちも聞かれるし、こっちも聞かせてもらうしのことを聞いたら、おじいちゃんがこの1週間見えなかったのって1週間前からそこにいたみたいで、あのいわゆるあの平屋なんで、屋根の上の雪かきもやってたらしいです。そっから落ちちゃったんですけど、これね、あの多分体験した人しか分かんないですけど、あのふわふわのあのパウダースノーってすげえ積もってる中にドサッと降りるともう出てこれないんですよね。その状態でおじいちゃんそこでもう1週間過ごしてしまってたっていうのが後から分かったんですよね。で、うわっと、ってことはもう前の晩のあれは僕のところにそれを探してほしくて来たのかな、そう思って、あ、じゃあもしかしたら自分いいことしたみたいなことなのかなと思ってた、その日の夜に寝てたらパッて目覚めて夜中に、え、体動かないですよ。したら部屋の中でズズッと音がして、え、なんでズズズズッズズってくるから、えっと思ってたら、こう両足があって布団がかかってる状態で、この布団の上に手がバーンってきて、バーン、グググ、バーン、バーン、グググググ、バーン、バーン、グググググってきて、え、怖い怖い怖い、何何何と思ってたら、おじいちゃんなんですよ。グググってきて、ありがとうねって言ったんですよ。あ、はいみたいな感じで、ありがとうねありがとうねって言って、そのスーッと出てたっていうのが、実際にだからお礼を言いに来てくれたのは、これすごいんだけど、もうちょっとソフトに出てきてほしかったなっていう、あの前半も怖かったけど、そのお礼の時もその出方かいっていう、まあ体験したけど、実際に多分探してほしくてこっちまで来たんだろう、もしかしたら本当にその屋根から落ちた時の衝撃で体がなんか痛めてんのに、その姿で出てきてくれたんじゃないかっていう話です。はぁ、すごい、だから亡くなった方からのめちゃめちゃ直接的なメッセージがね、うん、そうですね、もうだから隣の家で実家なんで、もうちっちゃい頃っていうか、もう生まれた頃から知ってる、はい、他に頼める人がいなくてそこに来たんだろうけど、僕の高校の時の先生 の徳井さん、まあ、徳井先生っていう方が大学生の時の話なんですけど、福岡で一番大きな、まあ、福岡大学っていう生徒が1万人超える大学があるんですけど、うん、
あの先生は徳井先生はその福岡大学の生徒 で同じ福岡大学の、丸山さんという彼女がいたんですよ。でも普通に付き合ってたんですけど、ある時からその彼女の側が「ああそこいたよね」とか「えさっき食堂いなかった？」とか他の人から言われるようになったんですよ。で「あれ私そんなとこ行ってないよ」って。最初はでもあの学生数が1万人ぐらいいると大きな、まあ、マンモス校っていわれるとこなんで、まあ、そういう人の見間違いかなっていうふうに思ったんですけど、それが次第に最初はその大学内だけだったのが福岡で栄えている天神っていうエリアがあるんですけど、この前さあの丸山さん天神のバス停で見たよとか、そういうふうにエリアがどんどん広がっていくんですよ。もう学校だけにとどまらずいろんな街中でその目撃情報が出てくる。でもそこに行った覚えはないって言うんですよ。で二人してうわ気持ち悪いね気持ち悪いねって、誰かもしかしたらものすごい似てる人がいるのかなって、まだその時まではそう思ってたそうなんですよ。である時、まあ、バイトで二人でお金貯めて、まあ、夏休みになったんで沖縄旅行に行ったそうなんですね。でこれ3泊4日だったんで二人でワイワイ楽しく過ごして、さすがに沖縄でまで間違われたなんて言われないわけですよ。じゃあ今日なんか良かったねって、なんか最近変なことあったけど結構リフレッシュできたしやっぱ来て良かったよねっていう話になったんです。で最後の旅行が終わって、まあ空港までタクシー乗って帰ったんですよ。でタクシー乗った時にタクシーの運転手の人が、あれ丸山さんまた沖縄来たんですか、この前来たばっかじゃないですかって言うんですよ。えっ、もう何も言えないんですよ、怖すぎて。怖いっていうかもう訳がわからないんですよ。まだ福岡の大学内とか、まあ、そういうなんか盛り場というかそういう街とかで見間違えられることはあっても、沖縄でつい、まあ、1週間2週間前とかになんか確か来ましたよねなんて言われるわけないんですよ。絶対それ見間違い、ただの見間違いとかじゃありえないし、名前もちゃんと丸山さんって言ってるんです。えって思って、うん、もうなんか最後の最後で嫌な気分になって家に帰ったんですけど、その時あの丸山さんの方はあの実家から出てきて一人暮らししてて、で最初丸山さん家に徳井さんも一緒に送って、で二人に家でいると、その時あの携帯電話とかない時代だから家電話なんですよ。それチリリリーンって電話鳴ったんで丸山さんがもしもしって出ると、まあその丸山さんっていう彼女の方がちょっとなんかその頭の回転が遅いというか、まあとろーっとした感じの子だったらしいんですね。で、はい、いや違いますけど、え何のことですかってなんかとぼけてるんですよ、うん、で、おーとか言いながら電話切るんで、徳井先生がえ何やったの今の電話って聞いたら、いやなんか今女の人から電話があって、私が丸山ですって言うんだけど、え、うん、何のこと、いやいやお前それやんって、ずっと最近間違えられとったそれやんって。でそしたらそこで初めて彼女気づいて、あっってなって、え何これってなったけど、もう訳分かんないわけですよ。もしかしたらなんか友達が仕組んだ壮大ないたずらかもしれないし、そうじゃない何かかもしれない、でも訳分かんないって、もうなんかもう怖いなと思って、とりあえず徳井先生家に帰ったんですけど、徳井先生実家暮らしだったんですね。で実家まで帰ったらお母さんが、ねえあんたささっき電話あったよって、あんた確か彼女って丸山さんって子よねって、私が丸山ですけどって言って切れたけど、なんか心当たりあるって言って実家にもかかってきてたんですよ。でその電話を最後に今後一切目撃情報がなくなるんです。だからそれが何だったのか今まだに分からないっていう話が大学時代に体験したそうなんです。へー、これ本当にもう幽霊なのか何なのか全く分かんない。で突然始まって突然終わるんですよ、その電話を最後に。何なんでしょうねこれ。僕も直接体験したご本人が聞いた話を思い出したんですけどね、これ聞いたのは2年ぐらい前なんですよ。で、クラブでまあ私も DJ やってますんでいろんな人と会うんですけど、DJ をやられてる仮に太田さんとさせてくださいっていう男性がクラブで僕に話をしてくれたんですけどね、その太田さん趣味がサバイバルゲームなんですよ、うん、で昔からサバイバルゲームをよくやってて、で彼が高校か大学かぐらいの時に友達サバゲー友達仲間で、ちょっとサバイバルゲームをしに行こうってことになったんですけど、あんま良くないんですけどね、行った場所っていうのが廃墟のホテルだったらしいんですよ。ここすごくいい場所だからここでやろうって言って、集まったのが12人
でみんなで、その廃墟のホテルまで行ったんですよ。でここでじゃあ今から、6対6に分かれて、サバイバルゲームをしようと。で最初に6人がその廃墟に入って、10分後に、次の6人が入ってそこで、攻め落とすみたいな、そういうルールにしようということで始めたんですよ。で、まあ、始める前にみんなでその時計を合わせて、じゃあ10分後に行くねって言って、で話をしてくれた太田さんはその後発隊のチームだったんですよね。なので、10分待ってから、まあ、6人チームでその廃墟のホテルに入ったんですよね。で、まあ、6人チームでこう銃を構えながらですね、モデルガンですけどね、もちろん。でそのホテルの中を相手チームを探すんですけど、一向に相手チームが襲ってこないらしいんですよ。いや、あいつら待ち伏せしてんのかなと思いながら、まあ、こうみんなで注意深くこう階段を上って3階まで行ったんですよね。で3階に行って廊下の角を、まあ、向こうから狙ってるんじゃないかなと思いながらも、恐ろ恐ろスッて曲がってみたら、その廊下の真ん中ぐらいに先発隊の6人がうずくまって倒れてるんですよ。でお前たち大丈夫か、まあ、ちょっと事態が異常だったんで駆け寄ってみたら、みんながすっごい気持ち悪い、もう立ち上がれないって真っ青な顔してるんですよね、みんなが。でとりあえず心配になったんで、とりあえず6人みんな抱えるようにして、一旦建物の外に出たんですよ。でここの場所絶対なんかおかしいよ、なんかあるよって言ってみんなで怖がってたんですけど、その太田さんすごい好奇心が強い人なんですよね彼、うん、なのでちょっと気になるから俺見に行こうと思う。で、まあ、太田さんとあと友達2人、一緒に、まあ、行ける2人を連れて3人でもう一回そのホテルの廃墟に入ったんですよね。で入ってちょっとその3階の、まあ、先発隊が倒れてた場所で近辺に行ったんですよ。で行ってここ何かあるのかなって言ったら、隣に部屋があって、でその部屋にドア開けて入ったんですよね。そしたらその部屋の中に1個古い冷蔵庫みたいなものが置いてあったそうなんですよ、まあ、当然ボロボロですけど。でそれを見た瞬間に太田さんとてつもない吐き気に襲われたらしいんですよね。すっごい気持ち悪くなって、あ、これがあいつらが言ってた現象なのかなと思って、とりあえず3人にもうすぐ逃げよう、出よう出よう、絶対おかしいって言って逃げるようにして下まで降りたんですよ。で降りて3人入ってきたドア、まあ、ちょっとすりガラスで、うっすらと外が見える感じではあるんですが、そのドアを開けようとしたらドアが開かないんですよね。さっきまでは全然開いてたドアが、でガチャガチャノブをこうひねって開けようとするんですけど全然開かないんですよ。でやばい、これどうしようって思ったその時に、その3人の背後、階段の方からすごい気配がしたらしいんですよ。で3人一斉にスッて振り向いたら、そのボロボロのコンクリート作りの階段の上から人の形をしたもやのようなシルエットがこっちに向かって降りてきてるんですって。3人とも見てるんですよ。でその時、まあ、これは多分人間の心理でしょうね、みんなが叫べる前に唯一手元にある武器ですよね、モデルガン、一斉にそこのもやに向かって撃ったそうなんです。ダーッて。で太田さん僕に言うんですけど、響さん、その撃った弾どうなったと思いますって言うんですよ。で想像するにもやに向かって弾を撃った、そしたらすり抜けて後ろの壁に当たったんじゃないのって言ったら、その太田さんは、いや違うんです響さん、撃った弾が全部そのもやの中に吸い込まれていったんですって言ったんですよね。で結局3人撃ち尽くして、その時に初めて3人一斉に絶叫したそうです、恐怖に駆られて、うわーって。で振り返ってまたドア開けようとするんですけど、ガチャ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 やっても全然開かない。そしたら友達の一人がそばにあったコンクリートブロックを持ってきて、そのすりガラスをガーンって割ったんですよね。で割って3人逃げるように外に飛び出たんですよ。そしたら外に、まあ友達が残り待ってますよね。でもうぜいぜい息をしながら今あったことを友達に話したんですよ。そしたら外にいた友達は、え、お前たち何言ってんの、俺たちこそ不思議なんだけど、どうしたのって言ったら、外にいたみんながその見た光景っていうのがですね、そのすりガラス越しに、外からですよ、すりガラス越しに中にいる3人のシルエットが見えたらしいんですよ。ただその3人はこちらに出てこようともせずにずっと棒立ちなんですよね。であいつら何してるんだろうって外の人は思ってたそうです。中ではあんなことがあったのに、外から見た光景はただ3人が棒立ちに立ってる光景なんですよね。で出てこないな、どうしたのかなと思ってたら、中の3人がガラスをぶち破って出てきたんで外の人もびっくりしたと。で外の人が見たものと中の3人が経験したことが食い違ってるんですよ。で結局話しても全然噛み合わない。
これにわかには信じがたいんですけど、太田さんこれ本当なんですって言ってくれたんですが、中にいた3人の時計が6分間だけ進んでたそうなんですよ。で中にいた人たちだけ誰も経験していない6分間を経験してるんですよ。で太田さんはまあ必死な顔でこれ誰に言っても信じてくれないんですけど、本当に響さんこれ僕経験したんですって話をしてくれましたね。はあ、お客様からこれも教えてもらった話なんですけど、そのお客様、30中過ぎぐらいの女性だったんですよ。でちょっとね名前聞き忘れたんでここは A さんと言いますけども、 A さんが通っていた中学校っていうのが隣に旧校舎があって、でその隣に自分たちが通っている校舎があって、渡り廊下か何かでなんかつながってる作りだったんですって。でこれね中学校2年だか3年の時の体験らしいんですけど、この A さんが友達を2人部活終わりにトイレ行こうっつって1階のトイレに行ったんですって。でこの1階のトイレから 2〜30m 歩いていくと、廊下を、そしたら渡り廊下がまたあって旧校舎に入れると。でこれ旧校舎行くことって基本的にないんですって、うん、まあ、行くときっつったら旧校舎に図書室があるから図書室行くときぐらいしか行かないそうなんですけども、トイレ行って2人で出てきたときにこの A さんのお友達の女の子が、私ちょっと旧校舎冒険してくるって言うっつって、でいややめなよやめなよっていうのに、いや大丈夫大丈夫っつってちょっと辺りが薄暗い中廊下歩いてっちゃったんですって。じゃあ私ここで待ってるからねって言って待ってて、廊下ずーっと歩いてったら1分後ぐらいに友達がちっちゃく遠く見えるんですけど、うわーって声上げてバタ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 って走ってくるんですって。で走ってきたと思ったらそのまま A さんの腕を掴んで外にそのまま行くんですって。で学校出てからもまだ走るんですって。でずーっと走ってて、あんた何あったのっていい加減しんどくなってきて腕バッて振り払ったら、いやあのね廊下ずーっと歩いてってあと一歩で旧校舎に入るよっていう時に、向こう側からさカツ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 って足音が聞こえてきて、でなんだろうって目凝らしてたら下半身だけがこっち歩いてきたんですって。でそれ見えて私逃げ出したのって言われて、めちゃくちゃ怖いじゃん、だからダメって言ったじゃんっていう話をした後に、この A さんって、まあ、うちの店来るぐらいですから階段好きなんですよ、昔から好きだったんですって。だから学校の先生は私たちよりも遅くまで学校にいる、何か他にあるんじゃないかって思ってわーって聞いてたんですって。そしたら一人男の先生が、俺一回だけあるぞって言うんですって。で何があったんですかって聞いてみたら、この先生なんか部活を何か担当していて帰るのが最後になることがすごく多いんですって。でこの学校のルールとして最後に学校に残った先生が戸締まり全部してって帰っていくと、ただこれ戸締まりするときに中に生徒が残ってたりとすると大事件じゃないですか、ですから一通り全部の部屋見てから最後戸締まりして帰っていく。でこの時も全部の教室だとか、まあ音楽室体育館も見終わった後にさあじゃあ帰ろうっていうので玄関から外出てって車に向かったっていう最中に何気なく学校の方をパッて振り返ったんですって。そしたら3階のある室に人影があるんですって。でうわ生徒残してんじゃんって思って、とりあえずそっからおいお前何やってんだって声をかけるんですけども、もうリアクションとかも何もないんですって、もう影が動くこともないんですよ。だからあじゃあ戻るしかねえかと思って玄関向かって鍵開けてずっと階段上がってって、確かこの部屋だったよなっていう部屋ガラガラガラって入ってったら生徒いないんですって。であれ違う部屋だっけって思ってたら窓のところにカーテンかかってて、そのカーテンの後ろに誰か隠れてるみたいな、ちょっと膨らんでるんですよ。でそこ見つけながらお前何歳になってかくれんぼやってんのよって声かけるんですって。でも返事ないんですって。いやお前だからさって言いながら近づいてってカーテンパッと開けたらいないんですって。であれって思って下見てみたら上半身だけの男の子こっち見てるんですってずっと。っていうことがあったんです私の学校っていうのを A さんに聞かせてもらって、へーって言ってたら、で私ね思ったんですよ、多分あの友達が見た下半身と先生が見た上半身もともと一体の霊で、なんで別れたか分かんないけどもお互いを探し続けてると思うんですよねって言われたっていうお話でした。ありがとうございます。それ沖縄じゃないですか。あ沖縄じゃないですか。そうなんですかね。あでも分かんない
その方北海道の方でなかったんですよ、はい、違う北海道ではないって言ってました、はい、場所場では、じゃあちょっと広すぎますけどねえなんで引っかかるのそれ、テクテクとクテクテっていうのがいて、うん、テクテクが上半身だけ、クテクテが下半身だけで、クテクテってのは初めて聞いた、そういう妖怪いるんや、で、見つけ、お互いを見つけると合体して消えるらしいんです、へえ、じゃあ見つか、それが成仏するってことなっていうことですね、少なくとも沖縄の美東小学校ではその話はあるんです、なんか取り付いちゃう話って結構あるじゃないですか、ありますね、なんかそこまでなんか大ごとになったりもあると思うんですけど、うん、本当にシンプルな話この間聞いて、うん、あの歌舞伎町で、あの水商売というか、まあ、これ男性なんですけど、まあ、きらびやかな内装の店内で、まあ、頭ツンツンにセットしたような人たちばっかりがスーツで接客してる男の子の店があるんですけど、うん、まあ、結構有名な店なんですよ、うん、でそこで、まあ、結構深夜いい時間になってくるとお客さんがまあ、 ある程度はけてって、で、あの最後の一組があそこのボックスにいますと、あそこのグループが帰ったらもう終わりですみたいな時間になると、自分は新人だったので、そのフロアのチーフみたいなそのキャストの人に、あのお手洗いの掃除をもう今のうちにしとけって言われて行ったらしいんです。でお手洗いの方まで行って、で掃除道具でもうガチャって入ると、まあその目の前にまあ蛇口があって鏡があるんです。でその鏡がまあ結構汚くなってたんで、それ拭いてたんですね。で拭いてるとちょうど自分の真後ろが入り口のドアになるんですけど、それがガチャッと開いて女性が入ってこようとしたんで、あっつってすいませんつって振り返ったら、その女性の姿がなかったんで、あ申し訳ないことしたなと思ってドア開けてパッて見るんですけど、あれいないなと思って、どうしようかな、まあまた来るかと思ってバタンって閉めて、でくるっと向き直って、で鏡を拭き始めるとまたガチャッて、また同じ女性なんですよ。であすいませんって振り返るとまたいないから、えっと思って、でその時にちょっとんおかしいなと思ったんで、覗いてキョロキョロ右左見るのと同時に向こうのボックス席を見たんですけど、あれでもあそこの席にこんな女性いなかったよなって思いながら見て、うん、まあまあまあってガチャンって閉めて向き直って鏡見ると、自分じゃなくてその女性が鏡拭いてるらしくて、えでそこで彼、自分が拭いてたはずなのに鏡に映ってるの女性なんですよ。そっからね、この後の記憶っていうのが薄れてて、後々思い返すと、もう体中がボコボコにされた状態で、外の、 あのその店舗さんの裏路地のゴミ捨て場のところに倒れてるんですよ。え？これがで後から、あのお店が全部終わった後にキャストの方々が来て、で、まあ、優しい先輩もいるんで、まあ、いろいろ話を聞かせてくれたら、あのトイレ掃除してると思ったらお前が急に出てきて、ある一人のキャストの男の子を急にボコボコにし始めたと、でそれを周りのみんなが止めて、お前何やってんだって言うけど、すごい形相でなんか恨みつらみを言いながらボコボコにしてるところを、とりあえずみんなで抱えて外に出して、裏でお前ちょっと一回落ち着けって言って、まあ、ちょっとまあ殴る蹴るもしたみたいなんですけど、っていうことがあったんだよっていうのを聞かされたけど、自分は全く記憶になくて、あっとあっと考えたら、そういえばそんなことした気もするけど、えなんでやったんだろうって思って、まあ自分としては自覚ないんですけど、まあそんなことやっちゃったんで、その店クビになったんですよねっていう話聞かせてもらいました。数年前なんですけど、うちの怪談バーに来られた40代ぐらいの女性のお客様 でその方がね、終わった後こうお話してた、突然ロックさんって神様にお祈りしたことありますって言うんですよ、うん、いやそれはね、僕だって神社行ってこう手合わせたことありますよって言ったら、その願い事を叶いました、いやどうでしょうね、まあ、僕もね何をお願いしたか覚えてないぐらいですから、まあ大抵そうですよね、じゃあ高確率でその願いを叶える方法知ってますかって言うんです。何ですかって言ったら、簡単です、神様に捧げ物をすることなんです、うん、じゃあお賽銭ですかって言ったら、そんなんじゃダメです、一番確実なのはその願い事に見合った分だけ自分の体の一部を捧げることなんです。つまり願いが小さければ爪だとか髪の毛でもいいんですけど、願いが大きくなれば大きくなる分だけそれに見合った自分の体の一部を捧げることなんです。
何ですかそれって言ってたら、いや実はですねってこの女性が話し出したんです。でこの方生まれ育った土地、まあ、海がある地方らしいんですけど、今から20数年前、冬の昼間なんです。冬の日にね、ふと冬の海ってどうなってんだろうと思って日中一人で出かけてたんです。もちろんね夏場だったらお客さんいるんですけど、冬だから誰もいない。でこの奥さん海岸ずっと一人で歩いていったら、それこそあの海の家というね、夏場お客さんいっぱいにぎわう、でもう冬ですからもう入り口にベニヤ板がこう何枚も貼ってある。いやなんだか寂しいもんだなと思って近づいてみたら、ベニヤ板の一枚が下側こう釘がベリッと剥がされてるんです。めくれ上がってるんです。でそこをこうスッと覗き込んだら、おそらくつい最近までこの海の家で誰か生活してたんだろうなって、生活の痕跡があるんです、まあ、ホームレスの方なんですかね。で寝袋だとかでお弁当の容器とかも散乱してる。でうわちょっと気持ち悪いなと思いながらも、この奥さん結局好奇心に負けてベニヤ板1枚剥がして実際中入ってみたと、中もさらにあれですね、生ゴミですとかね、もう雑誌なんかもいっぱい落ちてる。でその中でこのスーパーの広告チラシもね何枚も落ちてたんで、無造作にその1枚をスッと手に取ったら、この広告にどんな人が書いたかわからないんですけど、ものすごく下手くそなひらがなの文章が書かれてるんです。でこの文章も非常に奇妙で、丸点が一つもついてないんです。でその出だし、叶った叶った願いが叶った、神様願いを聞いてくれた、肝臓あげたら聞いてくれた、吉沢のじいさん木下のばあさん死んでくれた、叶った叶った。で次の行から文字の間隔びっちり詰めて、死にたくない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 と、うわっと思いながらも、この女性ある記憶がフラッシュバックするんです。でこれ彼女がね小学生の頃だって言うんですけど、この方にまあおばさんが一人いまして、この方のお母さんの妹さんだって言うんですけど、まあ、非常にね不幸な方で、若い頃に結婚したんですけど、まあ、結婚相手の旦那がもうダメ亭主だったと。で散々も暴力も受けてたんですけど、ある時この旦那さんがんで亡くなったんです。でも親戚中でねこれでよかったと、あなたも第二の人生楽しみなさいって言ってた矢先、このおばさんにもがんが見つかるんです。胃がんだったんです。でも親戚中でねもう早期発見だから治してもらえなさいって言うんですけど、かたくなに治療を拒否するんです。で半ばもう強引にね入院させたんですけど、この体験者の方も小学生の時に何度もこの病室にお見舞いに行ってるんです。でそんなある時、病室でこのおばさんが自分の幼かったこの体験者のね姪に向かって、おばさん今こんな体になってしまったけど今とっても幸せなの、あなたも大人になった時これだけは覚えておいてちょうだい、神様って本当にいるんだよ、あなたもいつか神様にお祈りすることがあったらこれだけは守って捧げ物をするの、そうすれば神様ってどんな願いでも聞いてくれるんだよっていうのをこのおばさん綺麗な笑顔で話してくれたらしいです。で結局このおばさんがんで亡くなったんですけど、亡くなった後にね部屋の遺品整理したら、まあ、生前文章を書くのがとっても好きな方だったんで、この手紙だとか日記がいっぱい見つかったんですけど、その中で一冊奇妙なノートが出てくるんです。その1ページ目開いたら、字のうまいおばさんだったのにへったくそのひらがななんです。でその出だし、叶った叶った願いが叶った、神様願いを聞いてくれた、胃袋あげたら聞いてくれた、叶った叶った。で次の行から死にたくない死にたくない死にたくないです。うわっと思いながらもう1ページめくったら、次のページにもへったくそな絵が描かれてるんです。これがおそらくこのおばさんの言うところの神様を描いたものじゃないかっていう絵なんですけど、普通の人間のように足があって胴体があって腕があるんですけど、問題はその上なんですよ。口があって鼻がついてる、さらにその上無数に目玉がついてるんです。おそらくこのおばさん自分の亭主に呪いをかけたんじゃないか、そう考えるとその20数年後ね、海の家で見つけたあのチラシ、あのチラシに書いた人物も誰かに呪いをかけたんじゃないか、ただその代償として、まあ、胃だとかね肝臓を捧げたんでしょうけど、結局人の死に見合う代償、自分の命で支払ったんじゃないかなというお話を聞かせてもらいました。おー
あーおーわおわいやでも下手にお願いとかできないですね。ね、いや人を呪わばってやつだよ。そうっすよね。おそらくでもね神様なんかじゃないんです、ね、神様じゃないよね。体の知れないものに願い託しちゃったんですよね、はいはい